皆さんこんにちは、みこです、今日はなんとね、欲しかったものを入手しました。じゃじゃーん、これです。ヘナ 100% これ実はね、買ったんじゃなくってまたまたもらっちゃいました。この間実家に帰省した時に、なんか妹がね、なんかこれ家にあったとか言ってくれたんですよ。使うとか言って、でなんかね、多分母が買ってストックしてたんじゃないか、もしくはなんか試供品的なので安く手に入れて使わないからそのままほったらかしてたのかよくわかんないで、妹もこれがヘナだっていうこともよくわかってなくって、いらないからあげるっていうことでもらっちゃいました。じゃーん、嬉しい。これね、ナイアードヘアシリーズだって。ヘナ 100% 赤茶系に、白髪が赤茶系に染まるらしいです。でなんか裏を見るとね、赤茶系なんだか、本当はこれが良かったねと思うけど、なんだっけ、こう茶い焦げ茶になるのとかで、これがなんか私これをね、なんか買ってみたいなと思ってたんですよね。あのヘナとこう、あのアイ、インディゴと混ぜる、インディゴを混ぜるとヘナだけだとやっぱこうすごく赤っぽいんですよね、多分みんなよく知ってると思うけど。でこのなんか赤髪がちょっと嫌だったんで、多分そのインディゴを混ぜる分量によってちょっと焦げ茶とか、インディゴが多分多めだとこうグレーというか黒っぽい色になるみたいで、こっちがね、こっちもしかあったら一番良かったけど、まあね、ただだから文句は言うまいですね。でちょっと早速開封してみます。よいしょよいしょよいしょ、おすごい、4回分ですかね、4袋入ってました。こんなのなんだ、すごい。ヘナ 100% へえ、ナチュラルハーブ専門でだってって書いてあります。こんな感じ。これをねやっていきたい。ちょっと説明書を見てみますね。お湯で髪を濡らして水気を軽く拭きます。それからだから昨日はね、シャンプーしてその後何にもなんていうかな、トリートメントとかヘアオイルとか何にもつけない状態にしてます。でヘナの粉と少し厚めのお湯45度ぐらいを混ぜてマヨネーズほどの硬さのペーストを作りますだって。 50g、 これ 100g、 ショートの方は 50g でいいって書いてあるから、これ今見たらこれ一袋で内容量が100だから、これの半分でいいのかな。この半分で足りる？全紙に？ロングで、ロングで100からって書いてあるから、これでロングが染まるみたい。意外だな。ということはこれでね、4袋あるから8回分あるっていうこと。やったやった、
少々ダマがあっても大丈夫で、マヨネーズのほどの硬さにペーストを作って、髪が隠れるぐらいたっぷり塗ると染まりがいいです。だって。で、塗った後にラップを巻いて、ラップの上からドライヤーで2、3分加熱します。へえ。で、タオルをかぶり40分待ちます。ああ、だからね、みんなこのね、見えるかな、40分待ちますって書いてあるから、多分この40分待つっていうところがハードル高いんでしょうね。ね、40分ってお風呂のヘアトリートメントでも、ま、なかなか待てれないですもんね。5分や10分でも。確かに。で、ペーストをよく洗い流してください。その後シャンプーまたはお湯のみで洗髪し終了です。染めた後 2,3 日はって書いてます。染めた後 2,3 日はお湯のみで洗髪した方がいいですって書いてある。色持ちが良くなります。だってということで、初めてのヘナ洗髪やってみたいと思います。髪濡らしてきました。で、私何染める前の髪の毛の状態を取り忘れちゃったんだですよね。失敗した。これこの辺わかるかな。結構この辺一番多いのがこのこめかみの両こめかみの部分、結構白髪がこんな感じで多くて、で、あとはこのてっぺんらへん、まあ、薄毛がめっちゃ余計目立つよね、濡れてたら。この辺のてっぺんの辺も結構白髪が多いんですけど、一番やっぱ目立つのはこの両脇で、で全体的にはね、濡れちゃったからよくわかんないか、2センチぐらい黒髪、元の自分の地毛が伸びてて、そっから先は、過去にブリーチしたり毛染めしたりした部分が残ってて、この辺は多分ブリーチが残ってた上に毛染めしてるから、ちょっとだんだんね、それこそ赤茶じゃないけど茶色が強くなってくる感じで、ちょっとなんか今ね3色黒っぽい色と茶色と白髪でさ、3色の髪色になってて、これがまあどんな状態になるか分かりにくいですよね。なんで取り忘れた。よし。でこれはちょっと上から、これ私の毛染め用にしてるケープ代わりのシャツです。これを着てやってみたいと思います。でも大丈夫。意外に黒から出した方がなんか量が多く感じますね。黒だと半分すごい少ないと思ったけど、出したら結構いっぱいありますね。
応お湯の量が90から150で、なんか、ヤモギ餅みたいないい匂いですね。やっぱり自然のものだから、いわゆるヘアカラーのようになんか微妙、なんとも言えないこう薬品的な匂いはしないですね。すごくいい匂い。これ混ぜるもの間違ったかな。ちょっと待って、混ぜてるうちになんか匂いはしなくなりました。あんまり、こんなもん。もうちょっとマヨネーズ、もうちょっとかな。硬い方が液だれしなくって扱いは楽そうだけど、馴染まないですね多分髪に。はい、多少ダマになっても大丈夫って書いてたので、まあこの辺にこんな感じでよしとしますかね。というわけでこんな感じ塗っていきたいと思います。もう見て、髪が乾いてきちゃった。手袋で頭皮から生え際、一番気になるところから塗っていきます。なんかよく見えないけど、なんかね、聞くところによると普通の毛ヘアカラーっていうのはなんか頭皮についたらあんまし良くないじゃないですか。だから頭皮をちょっとつけないように病院とか行ったらしてくれたりするとこもあると思うんですけど、なんかヘナの場合はなんか頭皮のパックにもなるらしいんです。だから頭皮にしっかりつけちゃっても全然そういう意味ではあのダメージがないそうなので、しっかり、せっかくいっぱい作ったからしっかり塗っちゃいます。白髪、とりあえずねこのこめかみのところが一番気になるから、ここを真っ先にみっちり塗っちゃって、それから今度は気になるのはこの辺のやっぱり頭頂部の、やっぱりね、よく見えるところが気になる。それから、サイド。でもこれね、これぐらいの硬さなんですよ。これぐらいの硬さ、おっと、塗りやすいです。あの普通のヘアカラーよりかは結構硬いから、なんかボトボト落ちてくる感じがないから、これ今なんか
リビングでやってますけど、意外と大丈夫かも。襟足まだもうちょっとあります。さっきの全部縫っていきます。なんかね、この草色であんなに赤っぽく色が出るっていうのが逆に不思議ですけどね。これがそんなに赤くなるんかなと、なりすぎて仕事行ってめっちゃ怒られたりして、まあなんでもいいや。よしよし、ちょっとねサイドの毛が恥ずかしいけど、でしょしょしょ、はい、全部塗り終わりました。で、塗り終えたら最後に頭皮から全体を揉み込み馴染ませます。だってこれがちょっとね、普通のヘアカラーだと考えれないですよね。こんなことを絶対しないですもんね。頭皮なんかにも馴染ませないですよね。でもね、ほんと匂いがいいから、その40分待つのは若干苦じゃないかもですね。なんか優しい、ほんとちょっとよもぎ餅みたいないい匂いがします。でよっ、状態で、ラップをするって、ラップをします。はい、ラップしました。ラップの上からドライヤーで 2-3 分だって。保温性のためにキャップかタオルをかぶりますらしいので、ちょっとタオルを、はい、この状態で、40分待ちます。その間に洗濯してきます。
はい、45分経ちました。ちょっとどうなってるのか撮ってみたいと思いますよ。あ、なんかオレンジっぽく見え、黄色っぽくなってますね。よっ、そうですね、つけた時よりもちょっと黄色み、オレンジみが出てるかもしれない。早速じゃあ洗い流して着てみます。はい、洗ってきました。どうでしょう、結構ね、あの緑色のペースト状のものが、ここが一番わかるかな、ちょっと地肌が染まってるんですけど、結構オレンジみが、オレンジ味が増してますよね。ここが当初私が気になるって言ってた白髪が多いところなんですけど、結構ここ白、元が地色が白だから結構オレンジっぽく、こっちオレンジっぽい感じ。はい、染まりました。ちょっと乾かしてみますね。やばい、ドライヤーは使わずに自然乾燥がおすすめって書いてあったのに、ドライヤーもうほぼ 7,8 割乾かしちゃった、バカ。よいしょ、そうだった、自然乾燥がいいんだった、ボケてました。はい、ちょっとここから急遽自然乾燥、ほぼ乾いちゃったよ。毛が少ないからすぐ乾いちゃうんだよね。はい、こんな感じです。いや、意外に思ってたよりヘナ簡単です。私もっと大変なのかなと思ってた。まあ確かにね、あの自分でペースト状にするのとかね、邪魔くさいし、それから40分待つっていうのがまあ結構ハードルかなと思ったんだけど、まあそれだけですよね。あとは意外とあの普通のいわゆる一般のヘアカラーよりもなんかこうつけてる時にポトポト落ちたり散ったりしないから、今日ねなんかリビングでねやっちゃったけど全然周り汚れてないし、で多分その染めるのに40分かかるっていうことは、あの落ちてもすぐ染まらないと思うから、ちょっと散ってもすぐ拭いたりすれば色がそこへねつかないのかなと思うので、意外と楽かもしれないです。いや、意外と楽かもしれない。まあちょっとね乾いちゃった、こんな感じです。だからやっぱりちょっと白髪の部分は結構オレンジっぽくなるけど、もともと黒いところはちょっとこう明るくなる感じ。てっぺんとかはどんなですかね、こんな感じでね。あと思うのが、あの洗い流す時になんかトリートメントをつけてるような感じ、なんかぬるっていうかこうぬるっとしっとりした感じのになってて、そのヘナのペーストが。で今あのお湯でただ流しただけでシャンプーしてないんですけど、結構ね髪の毛があのパサパサしてないですね。何回かあの私が YouTube で見た人は、何回かやるとその人は結構超くせ毛の人だったんだけど、やると髪の毛がすごく落ち着いて、なんか強制パーマみたいなのをかけなくても良くなったっていう
方の、あの YouTube 見ましたけど、うん、なんか髪にはやっぱり良さそうな気はしますね。まあ、なんか明日とか明後日になってみないとはっきりとは分からないんですけど、今あの直後の状態だと結構落ち着きがあります。です、なんかあんまりどういうんですかね、髪のこう水分とか油分が取られてない感じ、ちょっとしっとり落ち着く感じで、はい、ということで、ちょっとヘナに興味があるけどどうしようかなって思ってる人多いと思うんですよね。あのチャレンジしてみてもいいかもしれないです。はい、あれから自然乾燥で乾いてちょっと溶かしてきました。こんな感じで結構手触りサラサラです。で色はやっぱりね、私のあのもらったのはヘナ 100% っていう分だったんで、結構オレンジっぽいです。あの日の光に当たると結構オレンジ味が強いし、この白髪の部分とかも結構オレンジなんですよね。だからまあその色の好みとしては、あのインディゴがプラスされたちょっと茶、黒茶っていうのがあったんですよね。同じシリーズであの検索してみたら、黒茶ともうちょっとインディゴの、分量が多い、ほぼ黒に近いのもありました。だからそのちょっとそれが入った色の方がもっといいかなとは思うんですけど、このねやった感じとかはめちゃ気に入りました。でいくらするのか調べてみたら、さっきのが特用サイズで、3,300円で、私の場合、100g が4袋入ってて、で1回が 50g で8回使えるので、割ってみたら1回が420円弱っていうことで、普通に市販の部屋から私1000円以下のもの、900円ぐらいのを使ってたので、それと比べても結構コスパもいいし、これからはヘナで毛染めに変えてみようかなと思います。そしたら毛染めが継続できるのかな、この髪のために優しい感じで、なおかつちょっとまだ毛染めはね、白髪に移行にするにはまだ白髪が少ないんでね、でしていきたいなと思って、あの今回はね大成功でした。興味ある方は下の概要欄に貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。というわけで今日の動画はヘナで染めてみたでした。参考にしてみてください。